皆さんおはようございます。市議会議員候補道端俊彦でございます。土曜日の昼下がりにどうもありがとうございます。お忙しい時間に本当にありがとうございます。地元声優バンバンで、講演させていただいて演説させていただくのは本当に嬉しいことです。今回選挙戦いよいよ最終日になりました。最後のお願いに参りました。もう地元の皆さんにあと一押しをお願いしたいと思って地元の声優バンバの前にやってきました。この7日間できるだけ選挙カーをつかずに歩いたり自転車で河内長野の隅々まで回ってきて皆さんのお声を聞いてきました。河内長野は高速まで時間がかかる、境への道はいつできるんだ、道路が傷んでるよ、公共施設は古くなっていく、どうなるんだ、子供たちは減ってる、私たちは買い物に行きにくい、たくさんのお声とたくさんの悩み事を聞いてきました。そこに次の4年間またかけていきたいと思います。6年間議員として皆さんのご支持を賜り議席を守ってきました。その中で私は市の財政監査員として市の予算がちゃんと使われているのかをしっかり見てきました。驚いたこともたくさんあります。市の担当者が IT の専門家である私に相談来ました。市のホームページをきれいにしたい、私はこう答えました。予算はいくらですか。市の担当者はこう答えました。1250万。私は驚きました。民間では考えられへんようなホームページの金額です。次にまた担当者が来ました。私は議員になった時に市役所の1階に Wi-Fi 環境が必要ではないですか。河内長野市の市役所の1階は行政の拠点であり、災害が起きた時に市民の方が集まり情報を得る、そのためには Wi-Fi 環境があり、インターネットに無料でつなげることができる環境が必要ではないか、そう提案しました。市役所側はこう言いました。市役所は市民の方が滞留するところではありません。すぐに帰られるんで Wi-Fi は必要ありません。ありがとうございます。私はおかしいと思い5年間言い続けました。5年経った時に昨年やっと市役所の1階に無料の Wi-Fi 環境ができました。災害が起きた時に非常に困るからです。その時にまた市役所の担当は私のところに来て Wi-Fi の予算は780万です。私は驚きました。たった Wi-Fi 環境を引くのに780万。監査をやってきた私には大きな驚きです。私は徹底的に調査し128万に落とすことができました。その差を市民の暮らし安心安全なところに回すようにした方がいい、そう提案しやってきました。そして5年間予算を作る委員として取り組んできました。しっかりした予算の使い方、お金の使い方こそ河内長野を変えていきます。使う、それは選択、集中することによって町を守り市民の暮らしを良くすることと私は思っています。そして昨年市議会議員として副議長という大役を賜り
市議会がうまく回るように努めました。町は変わっていかないといけません。河内長野が選ばれる町にならないといけません。そのためには商業者が笑顔であふれ、住民の方が絆でつながることが大事だと思います。今コロナ禍で多くの方が苦しみ、商業者の方も売り上げに苦悩しています。そこをしっかり支え、次のステージに持っていきたいと思います。そこには皆さんのご支援が必要になってきます。今回地元選出の議員として私は議席を守りたいと思います。楠木小学校地区、千代田小学校地区、千代田中学校の出身として町を守り、地元を最も知り尽くしている議員として、皆さんの命、暮らし、経済を支え、笑顔に戻したいと思います。そのためには皆さんのご支援が必要です。河内長野市は選挙に行かれる方が10人のうち4人です。6名の方が選挙に行くのをやめます。私は議員の息子でもありません。大きな企業がバックにいて支えてくれるわけでもありません。大きな党に入ってて他市からたくさんの議員が応援に来るわけでもありません。しかし地元の議員として一番皆さんの同じ視点で一番地元を知っている人間として皆さんの声を聞き相談し、皆さんの要望を国に上げていく議員として4年間やっていくことをお誓いします。私が地元で議席を失うということは町に明かりが消えます。特に楠木小学校で議員は私しかいません。道路が傷んだ時、学校が古くなった時、守れる議員として私は4年間やっていきたいと思います。あと一歩、厳しい風が吹いています。大阪に特有の風があります。この風を何とか止めないと私は議席を失うことになります。皆さんの一票一票のご支援が私を議席、市議会議員の壇上に上げてくれると信じています。私を知らない人に町を良くするのにはこの議員が必要だとぜひご紹介いただき、最後の最後までご支援賜りますようお願いします。全力で皆さんの暮らしを支え、経済をよみがえらし、子育て世代がこの町を選んでくれる町にしてまいりますので、最後の最後までご支援賜りますようお願い申し上げます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。Thank you.